はい、こんにちは。サルウィングスいきます。イスクスト2というわけで、の実況をしていきたいと思います。575日目のログイン&日記です。あまねちゃん、冒険に行こう。このいいよね、このなんかあのヘッドライトがついているこのメットというか帽子というか、憧れた時期がありました。ワンチャンそういう動画も撮りたいんだけどね。なんか、まあ、廃墟探索はちょっとね、いろいろね、問題あるけどね。ちょっとそういうのやりたいんだよ、実はね。ティッカちゃん、モルガナ様、ど真ん中でしたか。そこらで見たペア、ホグチセイガールズペア、広報委員会ガールズペア、なるほど、悪くないかもしれない、チャンスを感じる。ほいっす、ありがとうございます。さてさて、朝も早うからです。もうめちゃくそ眠いし、どちゃくそ疲れております。もうね、土曜日はやはり仕事が地獄だということでね、しんどいですね。はぁーって感じです。今回はね、今微調整、人数調整をしているらしく、ちょっとね、最小人数でまたやってましたけどね、さすがにきついですね。来週からは一人追加されるとかされないとかっていうことなんで期待していきたいところですが、まあ、そんな話は置いといて、今日はですね、あれやろっかな、そう、アビリティ強化もやりたかったんですけど、ここはストーリーですかね。まあ、正直眠い時にあんま撮りたくないんですけど、ぶっちゃけね、なんですけどね、いきますか。いきましょう。第3話、イデアルワールド。イデア。イデアの日、違う。来た。マナさん。2000魔法？さ、この間目赤かったよね。マナさんも警備巡回に参加されてたんですね。あれ？マナちゃんって、あ、そっか。まあ、キラル世界だからかな。なんかもっと違う呼び方してなかったっけ？魔法のこと。まあでもストライカーだもん。楓さん、さんって呼んだよね。ここも怪しい。楓ちんじゃないみたいな。楓さんに無理言って、警備巡回に志願させてもらったんだよ。あ。ってことは、鎌かけてた感じなのかな。なんか、実際そうだよね、多分。魔法って多分、もっと違う魔法じゃない。槍の、マノちゃんね。マノちゃんとも まだ混ざってるけど。この辺りって夜になると人気もないし、なんでか不気味だよね。わあ、やっぱり感づいてるでこれは。もし、私の推測が正しいとしたら、目の前にいるの。誰？何を考えてるの？あ、いえ、何でもありません。ひー、高い、怖い。そうなんだ。それって、マナにも言えないことかな？おっと、マナさん。マナチンが今日の巡回に参加してくれてよかったんだよ。あ、マナチン呼んでる。あなたは誰？あら、ユーミちゃんだったり？私はね、誰でもないよ。ですが、あなたたちが使っている言葉をあえて使うなら、私こそが駆逐するものよ、ストライカー。へぇー。ふっ。あらー、ドボン、下が水でよかったけど、高いぞ、めちゃくちゃ高いぞ。いやいやいや、メイアルカリアさんじゃないですか。いや、プロト、ん？パスタアルカリアでしたっけ。ドイさんはイデアルワールド。国家的自殺が起こるまで、人類の英知は究極的な個の追求を加速度的に推し進めていた。全然喋れないな。今日やはり今撮るべきではなかったかもしれない。だがしかし、
ほぼ全ての病気を治癒する術が解明され、衣食住や果てには繁殖さえ一人でも可能な世界が構築されていった。なんかまあ今の現代社会もこういうところに行き着くのかもしれんけどね。まあ、病気の治癒とかはなかなかですけどね。まあね、人工授精みたいなのも行われてますからね、言うて。まあ言うて衣食住もなかなかよね。結局自給自足してる人も田舎にはいるけど。それでは安価で迅速に簡単な手続きで誰もが単独で実行可能なものになり、マジかよ。そんなお手軽世界。なんかありがたみなくなりそうやけどね、何もかもが。それはそれでね。それらに関する情報の取得や記録は全てクラウド上にあるストレージから誰でもいつでも行うことができた。でもこれ本当に現代社会が行き着くところにありそうだね。すごいね。これはすごい。まあ、クラウドは便利だからね。多くのことがこの範囲でできるようになっていった。まあ。その発展に人々は歓喜した。多くの危険や干渉から自分を隔離し、平穏を得られると考えた。まあね。まあ、みんな引きこもってきそうだな。やがて誰からも影響を受けず、誰にも影響を与えない、ほぼ完全な子でいることが可能になった。どうなの？逆になんか、子が失われそうな感じがするんだけど、逆に。そうして国家的自殺が起こった時には、人々は互いに精神的なつながりを持つ方法を忘れ去っていた。まあなんか要は、もう本当にじゃあ引きこもっていく感じになるのね。だからまあ人との関わりを絶っていくみたいな。まあ私もまあ似たりよったりだな言うてなっていう。そこに残ったのは社会ではなく、ただのこの集団に過ぎなかった。まあ社会性が失われたということだね。なるほどね。まあ。局所的にね。誰からも影響を受けず、誰にも影響を与えないということが、もはや存在していないのとほとんど同じであるという結論に、人々が考えているのにはそう時間はかからなかった。どうだろうね。まあ、自分自身が存在を認識していれば存在しているっていうような考え方もあるとは思うけど。でも結局、他人とのそのまま認識、のね、まあ分からんない、分からんなじゃなくて、分かるな、どちら。全然喋れんな。各地で自殺する人が急増したのだった。どうなんだろうね。まあなんか、なんていうのかな、なんかすごい、なんていうの、虚しくなったというか、なんていうか、そういうものなのかな。本当の終わりが来る前に、オブリから恐怖を与えられる前に、最後の一人という外れくじを引く前に、安らかに自分を終わらせた方が幸せだと考えた。そういうことか。なるほどね。まあ、変な死に方するよりは安楽死を選ぶみたいなやつかな。まあ、いろいろと便利になってる世界であれば、多分、まあ自殺する手段とかもね、苦しくない方法とかいっぱいあるんだろうなっていう。でも正直やっぱ自殺っていうのはね、何一ついいことはないと私は思いますけどね。ペントバルダビールじゃない、バルタはどこにもなかった。ペントバルビタールナトリウム。自殺因子みたいなやつでよくわかんないけど。C11H17N22 じゃない。N2N2O3NA の化学式で構成される。この薬は 15g ほどの投与で眠りにつくように死に至る。出た。安楽死できる薬。この薬品がナレッジロストという概念を形作るきっかけとなった。本当にあんのかな、実際にあったりするのかな、このね。カナの誕生日から数日後、早坂レイ、五稜館じゃない、五稜開拓技術研究学院宇宙開拓研究棟。数日経ったんだね、あれの誕生日のね、あのやり取りから。そういうのってさ、まずはその情報に近い人から消えていくんだな。ほう、どういうことだい。詳しい人がどんどん消えていくから、いずれその情報自体が失われる。なるほどね。まあ言わんとすることはわかるな。さらに悪いことに、当時情報というものはもうほとんどクラウド上にしかなかったから。そうね。そのクラウドで管理してると逆にそこがなくなった時に、H は失われていくみたいなね。発電とかのインフラが止まってからは、加速度的に様々なことが再現不能になっていったらしい。
まああるよね。結局電子に頼ってるけど、電子的なものが扱えなくなった時にダメになるっていうね。そこで活躍するのがローカルである本とかね、図鑑とかなんだけど、あと辞典とかね。うん、でもそういうのはもうないと大変だみたいなね。うん、自由の塔のことを誰かが思い出さなかったら、その時点で人類は滅亡してたかもわからん。うん、自由の塔便利だな。まあそんなわけで、自由の塔の中にいろんな情報を記録して、少しでも次世代に託そうってなったわけだな。だな、なんだこの喋り方。それじゃあレイチン、あれいいんだっけ、あいつがレイだっけ、いいんだね。レイチンがここでやってることって、そのいろんな情報を入れることなんだね。あ、そんなはずなかろう。私たちは地球最後の自由の塔発射チームだぞ。あ、そうなんだ。ここ地球なの？発射の準備自体は特の塔に完了してるよ。あれ、そうなの？じゃあどうしてオブリーは上の危険にさらされながらもここに留まってるの？うん、まあ理由の一つは単にスケジュールの問題だな。逃げたい一心で全員がデタラメに出発すれば、簡単に空の上でぶつかり合ってしまうからな。まあそりゃあなーっていうやつかね。うん、というか最初の方は実際そうなったから後付けで決められたものだが、うん、なんて間抜けな話なんだろうね。うん、衝突するかね。しかしなるほど。じゃああの自由の塔に乗るのはレイさんたち3人だけなのかな。ああ、生きてる人間はな。生きてる人間、あの塔の中には何万もの人間の DNA 情報が保管されている。ああ、なんかよくあるやつ。よくあるやつだね。うん。その情報があれば本人の記憶を継承したクローンだって作れるし、すごい、記憶も継承できる。そんなクローンすごい。DNA 同士を掛け合わせて人工的に子孫を作るなんてことさえ可能なんだよ。ハイテクだね。現代社会より明らかにハイテク。うん。だから誰かしら残ってくれれば自分を再生することができるのさ。あ、これはなんかピンとくるね、何かに。うん、何かがあのね、ちょっと繋がりそうな言葉だねこれね。まあそういった技術が自殺の急激な増加に拍車をかけて、かつ、なるほどね、自殺の急激な増加に拍車をかけた側面もあるがね、再生可能だから。でもさ、もうそもそもやっぱり輪廻転生とかうんぬんの話もあるんだけど、まあその記憶とかもね、その引き継げるみたいな話もあるかもしれないけど、もともと自分だったものは、例えば自殺というか死を通過した時点で、まあ、消滅するわけだよね。だから繋がんないと思うんだけどね。似たような人、ほぼ同じ人なんだけど、同じような人なんだけど、もう別の人なんだよね。てかもうやっぱり多分繋がんないと思うんだよな。うん。まあ死んだら全て真っ暗になるって、何もなくなるっていう意見もあるけど、仮にまあ輪廻転生があったとしても繋がんないからね、そこの再生された人とはならないと思うけどね。うん、まあまあ、みんな問題を後回しにしたいのさ。人類の絶滅だとか地球外への脱出だとか、そんな大きな問題や面倒事と向き合いたくない。まあいざそうなった時どうよっつーね。特にみんな引きこもりになってたとっていう、なんかまあそんな話であれば、それこそ無関心がパネーだろうなって気がする。うん。だから誰かが問題を解決するまで、自分は情報化して再生されるまで眠ってしまおう。情報化して再生されるまで。これさ、どうなんだろうね。これ気になるよね、実際。実際にこういう技術があったとして、本当にその記憶みたいなものというか、例えば自分が眠っていて、情報化があいつその間にされてて、でじゃあ再生されました、でいいだめ、じゃあその寝ててから起きた時にそれがもう全部その処理が終わった後にそのまま目覚めたら、あ、もう終わってて、あ再生されたんだみたいにそならないでしょうって思うんだけどね。どうなんでしょうねみたいな。うん、そういった利己的で個人主義的な考えの行き着いた先がこの現状なのさ。うーん、まあやな。まあきっとこれまでの人類はずっとそうやってきたんだろう。まあ技術があればやらんこともないわな。まあ不老不死を求めるような話に似てるんだろうね。まあ実際ね、でもね、あるんだけどね、不老不死って難しいけどね。不老不死の定義がどこまでかによるんだよね。ただ不老
で、まあ音を追いず死を死なないっていうだけだとすごい辛いんだよね。うん、痛みは結局痛覚はあるんだろうし、逆に苦しみをひたすら、例えばあと不老不死なんだけど病気にはなるとかね。うん、でも病気になるのにも死ぬこともできない、痛みも半端ないっていう状況はもう地獄だよね。うん、逆に寿命があるというか死ねるっていうことが幸せなこともあるのかもしれないって思うこともあるよね。うん、未来の面倒ごとや問題は次の世代に何とかしてもらえばいいってな。まあこれはもう今の社会でもある話だけどね。うん、よくある政治家とか上の人々がやるなんか考えることだよね。だから結局ちょっと汚職的なやつとかもそうだけど、悪いことをやってそれも結局もう自分がもう任期終わったら後とか知らねえっていうのもあるし、あとはもう自分もまあその頃にはもう自分ももうね死んじゃってるから後知らねえみたいなさ、なんかそういうやつね、えぐいよね。まあ政治といえばね、参院選がありますね。はい、まあ皆さんも行けたら投票しましょう。だが私は違うぞ。早探し料理その58、多いね。最後まで立ち続けられたものだけが自分の好き放題できる。それに記憶が継承されるってだけでクローンとジモの自分との同一性が担保されると信じられる方が、ですよね。これこれ言いたかったな、これ。ねえ、同一じゃないでしょ。同じだけど同じようなものでしかないから担保されないでしょって思うけどね。私は信頼できないけど、まあ、技術的な話とか、まあ、実証されてるんだったら考えるけどね。私からすればよっぽど動画してる。信じらんねえよな。はい、早坂式セオリーその28も神々やけどね、申し訳ない。今ここにいる自分だけが本当の自分。なんかいろいろあるね。そうそうそう、結局よね。なんかさ、もうコピーされたものとかクローンとか、まあ引き継がれ、記憶が受け継がれたものとかも、もうそれは自分であって自分じゃないんじゃないかなってね。なるほどな。ね。これは納得できるかもしれない。なるほどとは言ったものだ。難しくてよくわかってないけど。聞けば聞くほど私たちが住んでる場所とは全然違う世界の話になっていくんだよね。でも自由の塔だけは私の知ってるものと同じなんだよな。こっちに来てから半年以上経つけど別の世界に来たみたい。こっち。もともとキラルメンブラーはあっちの世界にいたんだよね。いや、これ待って、これどっちの時系列なんだっけ？これでも終わった後の話だよね。あれどっちだっけ？あのアセイランとどうなったのかな？みんなのことが心配なんだよ。そうだね。まあ多分みんな私たちのことを心配してると思うけど。一回だけなら偶然かと思っていたが。やはりアセイランとのことを知っている。ということ。君たち、ここに来る直前、アセイランと戦っていたと言っていたな。私が地球最後の発射チームなんていうハズレくじを引いた本当の目的はそれさ。本当の目的？決まってるだろ、この地球を取り戻すことさ。ここはやっぱ地球なんだよね。今私はそのためにアセイランとは設計してるんだ。わお、なんだって、なんだって、気になることを言ったね。 To be continue。 どう繋がっていくんだろうな。いまいち時系列が分かってないんだよな。1729年後の彼女。こっちに来たって言ってたから、やっぱあれだよね。キラル世界の後の話なんだよね。自由の塔は、なんとも言えないんだよな。結局、そもそもだけど同じ世界線じゃねえって話だからな、多分。そもそもだけどね。もしもの世界の話になっちゃうわけだから。同じ世界線って考える方がむしろどうかしてるかもしれないな。よし。じゃあ、あとは何かやることあったっけ？こんなもんかな。あと心ロビって、ちょっとね、10円もあんまないからね。パパってやっちゃいましょう。はいはい。
よし、やらびってこう。ワンパンで倒せるはずぎり。プラスラブジャージ、これ重要だよ、このプラスラブジャージ。うん。来たメンバーは一応、ウルレアメンバーですね。うん。いけるかもしれない。来た。坊やおねんねさせていく。結構あるね、決め台詞。パティーンが。だと思ったらなんと目の前まで行って打つ。結構ギリギリ。ナイス。さあ次からはワンパンで取れないか。あ、ユミちゃんの愛、これがでかいかもしれない。結構上がるからね、100レベルぐらいだから。うん、33万ぐらいか、34万。うん、ワンチャンあるけどね。ワンチャンは なくはないやつ。うん、で、先日ね、見損ねたんですけど、どれだっけ、ダイスか。ダイスのすごろくポイント交換なんですけど、これ結構思った以上に大変かもしれない。エクストラゾーン入ってたの、宝箱、金の宝箱とか開ければ5ぐらい手に入るって言ってたからね。宝箱どんだけ1回で開けられるかだよね。そこが重要かな。ただ宝箱を開けさえすればもらえるみたいだからね。うん。で、最低でもここは交換したいね。まあ、エクレアリライターとか、補助券。でも補助券もいいけど、ここはリライターちょっと使ってみたいよね。エクレアリライター。言うてか。誰のリライターするんだって話になっちゃうもんね。なくなっちゃうわけだからな。なかなか難しいところだね。ほんで、ユミちゃんのアイテムを使いましょうか。で、次回は、アビリティかな。うん、アビリティつけましょう。アビリティをつけます。テンションだけ。5レベルも上がる。はい、っす。強化ポイントかな。ですよね。ありがとうす。悪くないぜ。さてと、あとは、こうして。嬉しいです。こんぐらいかな。じゃあ、私からも、これ、どうぞですよ。これやり忘れてることがある気もするけど、まあ、でも今回はね、ストーリーメインなんで、っていうか、結構長い動画になったと思うんで。終わりましょう。お疲れ様、アンサタバサでした。ではでは、皆さんもよかったらね、ストーリーね。いろいろ考察してみてはいかがでしょうが、神々ですが。では、私は早めに寝ます。さようなら。